マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしていきたいと思います。はい、はい、ね、10月7日なんともう10月7日ですね。今日の放送からはいね、ちょっと放送時間が30分早くなりまして、24時からはい、日付がね変わったらすぐというこの番組でございますけどね、今日も楽しくお届けしたいと思います。はい、さあいつも元気なひとみちゃんでございます。じゃあご挨拶をお願いします。はい、恵比寿神社の絵中野の中24のひとみのひとみ、そして皆さんの体にビタミン、心にひとみ、絵中ひとみです。はい、そしてはい、私が生涯獲得賞金0円プロテニスプレーヤーの南雲和則でございます。さあ、ひとみちゃんね、はい、今日も、まあ、いろんな方がね聞いていただいて、そうです、メールを送っていただけると大変嬉しいんですけども、嬉しい、はい、毎回毎回ね何万通と来てるんですけどそれひとみちゃんちゃんとね隅から隅まで読んでるんですよね。そうですね、うん、はい、嬉しいですね。嬉しいです、うん、でまた時間の限りがあるのでね、はい、3時間番組ぐらいだったらね全部読むんですけどもまあ30分ですから、はい、はい、じゃあ今日もねじゃあメールをご紹介しましょう。はい、はいはい、ラジオネーム石井よしえさん、うん、本名みたいなラジオネームで素敵ですよね素敵です、石井よしえさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、いつも話題が豊富なお二人の番組をいつも感心して聞いております。まあ、感心するようなもんでもないですけどねありがたいですね。ありがたいです、はい、突然恐縮なのですがひとみんに質問があります。はい、私はひとみんのスマイルブギの歌とダンスに憧れていて練習を しようと思っております。しかしながら本当に覚えが悪くてなかなか覚えられません。とても困難な予想されますひとみんさんは生まれながらセンスがあるんですがどのようにしたらいいのですか、覚えられるでしょうかという質問です。そうですね、まあ、あのひとみちゃんのスマイルブギをね、うん、一生懸命歌いたい踊りたいというありがたいメールなんですけども、まあひとみちゃんは確かに踊りとかもキレキレだし歌も上手なんですけども、これはなんかコツってあります？振りって毎回同じなんですか？まあ同じなんでしょうね、振りはね。あ、そうですね、はい、スマイル武器に関しては、うん、特に難しく考えずに、うん、体が自然に動いたって感じなので、うん、ただスマイル武器だけ手でなんかこう左右に振るぐらいでいいんじゃないかなと思います。あと腰を振るとか感想で、まあ、ひとみちゃんのね YouTube にもね動画上がってるので参考にしながら、まあ、完全にこう全部真似しようと思うんじゃなくてなんか楽しむ感じで、楽しむ感じで自然にね、うん、手と足が動けばいいかなと思うんですね。まあ確かにこういろんなことをね、うん、こうトライしたりチャレンジしてこう
なんだろうな、うまくいかないなとかね、うんうんうん、歌だけに限らず思ってる人多いと思うんですけど、うんうん、まあ難しく考えすぎないってことが大事ですよね。そうですね、なんとなく自然に体が動く感じでいいんじゃないかなと思います、うん、吉江さん。はい、ね、とてもお綺麗な吉江さんなので、このひとみのアドバイスをね参考にスマイルブギをね、吉江さん流にね、また吉江さん流に歌ったり踊ったりしてくれればいいんじゃないかなというふうに思います。大事なのは楽しむこと。楽しむこと、うん、はい。ね、楽しみましょう。はい。はい、うん。まあ、ひとみちゃんはセンスもあると思うんですけど、やっぱりこう、学生時代にね、運動とかいろいろやってきたから、こう、動きとかキレキレなんでしょうね、きっとね。そう、スポーツ好きですね。スポーツ好きなんですよね。全部好き。スポーツの秋ですもんね。スポーツの秋ですね。はい、最近やってますか、スポーツは。あ、本当だ、最近ね、スポーツやってないですね。うん、やってない。前はホームページなんか見ると趣味ボルダリングとか書いてありますけど、最近ボルダリングあんまりやってない。やってないですね。まあ人ん家の壁とか登ってるとね、通報されちゃいますからね。それは気をつけた方がいいですよね。そうですね。はい。だから最近テニスもやってないし、うん、サッカーもやってないですね。ちょっとスポーツやらなきゃですね。やった方がいいですよね、うん、やっぱりずっと引きこもってたりするとね、うん、まあ、体に良くないですから、まあ、せっかくの、まあ、いい季節なのでね、運動するといいと思うんですけど、まあ、先週は修学旅行の思い出をひとみちゃんに話していただいたんですけど、そうですね、まあ、この時期、ね、イベントというと運動会とか体育祭とかあるんですけど、これもね、はい、多分今年は中止にしてる学校が多いのかなと思うんですけどね、こうイベントがなくなると思い出っていうのはね、うん、なくなっちゃうんで寂しいですよね。寂しいですね、うん、ひとみちゃんなんか運動会の時思い出とかあります、うん、エピソードとかあるんです。ありますか。私は、はい、運動すごい好きなんですけど、うん、足が遅い。足遅いですか。そうなんです。サッカーをやってても、はい、追い抜かれるし、はい、もう徒競走でもどんどん追い抜かれていくんですよ。次の国がもうスタートしちゃったりするんですか。だけど運動会たった1回だけ1位になったことがあります、はいはい、やったー。それは他の7人かなんかが風邪で休んだとかじゃなくてじゃあよーいどん、うん、そして借り物競走というのがありまして、はい、途中でそこにこう書いてあるんですね。それ徒競走じゃなくて借り物競走ですか。借り物競走、ね、そう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 、はいはい、それで、うん、よーいどんってみんなでスタートします、はい、うん、で途中にあった紙切りみたいなのを読みます。いわゆるそのミッションですよね。何々を借りてこいという、借りてこい、お客さんから借りてこいとか、うん、じゃそれだったんですけど、ネックレスを借りてこいとか、みんなはバーッと方々に散らばって、はい、もう貸してください貸してくださいって言ってるんだけど、うん、私はなんと、うん、そのまま走れだったんです。いわゆる当たりみたいな感じだったんですね。そうなんです。もうゴールのテープをね、生まれて初めて切りました、はい、その時ってどんな気分ですか。あ、もう爽快ですねじゃみんなはもう、あ、借りれなくて、あ、どうしようどうしよう、もう余裕で、余裕でも笑顔でゴールでした。あ、それは小学生の時、中学生、あ、中学校の時、中学校何年生。2年の時。じゃあその時ひとみちゃんは運動会体育祭のヒロインだったわけですねたった一度ですね、あとはないです。あとはビリかな。よかったですね。ねえ、こんなに気持ちがいいんだと思って、うん、一生懸命頑張ってるひとみちゃんになんか神様がねこう何もしないでいい、そのままゴールしなさいってプレゼントしてくれたんですね。そうそう、みたいなね、うん、ねえ、どうですか、運動会の思い出とか。運動会の思い出っていうと、まあ運動会とか文化祭とかね、その学校の授業じゃない時とかって結構なんかあんまりみんな来ないんですよね、うん、サボっちゃったりとかしてで自分もなんか学校の途中まで行ったんだけど、あ、今日運動会か、なんかあんま学校行きたくないなと思って、なんかそんなのが駅に何人かうろちょろたむろしてるわけですよ、じゃあ麻雀でもやろうかっていうことで、学校の途中の雀荘に行ってたんですね、はい、運動会の日にね、みんながなんか特養生やってる時に、で、まあ、4人でやってたら、どういうわけかその雀荘にね、学校の先生がやってきて捕まって、うん、すごく怒られて、ね、お前らもう学校やめちまえみたいな感じで怒られた思い出が僕の運動会の思い出ですよ。それは高校？高校生の時。あ、そうですか。まあこう固有名詞は出せないですけどね、残りの3人はもう今や、日本を代表する物流業界の社長だったり、はい、なんだ、大蔵省は今なんていう名前になって財務省のお役人だったり、もう一人はあれですよ、
埼玉県の参議院になってますからね。僕だけがこうして障害獲得賞金0円のプレテニスプレーを未だにやってるという。あ、でもちゃんとナウンドの社長さんやってらっしゃるじゃないですか。すごいことです。いやいや、あの時ね、運動会ちゃんと真面目にやっとけばよかったなっていう反省です。皆さんね、あの運動会の日はサボらず、真面目にね、参加してください。あのクラスのために、こう自分のね、力を発揮して、貢献していただいて、と思い出になると思います。思い出になると思いますね、はい、うん、結構あのお茶目だったんですね。お茶目時代って言うんですか、そういうの。半端もんでございますけどね。ではじゃあここでね、ひとみちゃんね、はい、運動会にちなみまして、ひとみちゃんから皆様への挑戦状でございます。なぞなぞお願いしたいと思います。はい、太郎くんと花子さん、はい、お弁当を持って行っています。はい、さてお弁当持ってっています、はい、どこにお弁当持ってったんですか。運動会、運動会、遠足、遠足、それから音楽会、音楽会、はい、さて皆さん、はい、どのようなお弁当を持って行ったでしょうか。はい、太郎くんと花子さんはこの運動会と音楽会と遠足にお弁当持ってたんですけど、はい、その時は毎回同じお弁当だったんですね。そうですね。ね、偶然にもね。偶然。はい。このお弁当は何だったのか。うん、何だったのか。一曲聴きながら皆さん考えていただきたいと思います。思います。では、ひとみちゃんのふるさとの歌ですね。はい。はい。定禅寺通りで抱きしめて聴いてください。坂も向かい風も気がつかない愛の力、ガラス窓の向こう白くきらめく冬の街、大好きな香り、見上げる夜空星に冬が好き、透き通った世界、あなたの心、永遠にほどけない赤い糸のプリズム、見つからないピンクの光、何年経っても一緒に探す国分町はまばゆく誘う、の星に彩られ二人で歩く愛の定禅寺通り、迷いようのない一本道、いつもいつまでも抱きしめていてね。またの星に彩られ二人で歩く愛の定禅寺通り、迷いようのない一本道、いつもいつまでも抱きしめていてね。あまたの星に彩られ迷いようのない一本道、いつもいつまでも抱きしめていてね。
仙台で一番賑やかな定禅寺通り。はい。うん、今年は9月にね、ジャズフェスティバル、ジャズストリートでした。そうですね。はい。予定されてたんですけども、これもね、コロナウイルスの影響で中止になってしまいましたし。そうですね。はい。七夕もなくなってね、ちょっと仙台寂しいんですけどね。寂しいです。もうなかなか仙台のライブにも行けてなくてね。うん、なんかちょっと落ち着かない と、東京から行っちゃうと、ご迷惑をおかけそうな気が。まあね、東京の人みんなね、そういう保険者だと思われちゃってますけども、そんなことありませんのでね。そんなことないですよ、はい、東京の人もみんなね、健康で保険してないです、はい、全部が全部ね、保険してないので、またいろんなところで ね、お呼ばれするように頑張っていきたいと思いますけど、トラキさんがよく、はい、メールくださるんですけど、うん、ね、トラキさん、もうすぐ行きます、仙台で歌いますから待っててください。もう公共の電波はほとんど2人で私物化してますけどね、トラキさんにのみ向けて喋ってるというよくメールくださるのでね、はい、はい、では、先ほど曲の前に出した問題でございますけど、はい、花子さんと太郎くんが運動会、音楽会、遠足ね、持ってったお弁当がずっと一緒だった。さて、このお弁当は何だったのかということなんですけれども、ディレクターもちょっと不安そうな顔ですけど、わかりましたでしょうか。ヒントはですね、イギリスの人が食べるもんかな。あ、そうですね、うんうん、イギリス生まれかな、もともとは。はい。和食ではない。和食じゃないんですね。うん、和食ではない。これは難しいですかね。難しいですかね。では、ひとみちゃん、答えをお願いいたします。はい。サンドイッチ。サンドイッチ。ね。ね、運動会でも、音楽会でも、遠足でも、サンド。はい、一致する。はい。ということで、サンドイッチだったということでございます。はい、では、ここで、株式会社ナウンドからリスナーの皆様に、プレゼントでございます。今日の皆様へのプレゼントの本は、吉田康則先生。ひとみちゃんの大好きなミステリー作家でございます。はい、お会いしたこともございます。はい。はい、とてもね、素晴らしい、優しい先生でございますけど、ね、はい、はい。吉田康則先生の新刊が、はい、出ます、はい、これはね、不安ならずもね、注目の本でございます。メモリー、螺旋の記憶という本ですけれども、ホラー作家が失踪、酒蔵関係者の連続惨殺事件。これ酒蔵っていうところがね、うん、ディレクターもちょっと興味あるんじゃないですか酒蔵でね、人が死ぬというのはね。こちらの本をですね、はい、5名の方にプレゼントしたいと思います、はい、そして番組からは、はい、番組からはトートバッグ1名の方に差し上げたいと思います。はい、じゃあ宛先をお願いいたします。はい、 mail@775fm.com、 mail@775fm.com までご応募ください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お待ちしております。それでは、好評の江中ひとみと語ろうのコーナーでございます。今日は何について？夢占いについて。夢占い、はい、はい。夜寝ると見ますよね、夢をね。夢を見ますね、はい、うん。いい夢、悪い夢ありますけれども。どんな夢を見られますか？悪夢。悪夢、はい。いい夢はほとんど見たことがないですね。こう幸せな夢とかあんまりないですね。だいたい不幸になる、はい。失敗する、不幸になる。殺されるとか、そういう感じですよね。本当ですか、はい、ダメですか、そういうのは。いいんです。いいんですか本当にいいんですか、まあ、適当なこと言ってませんか大丈夫。大丈夫ですか、はい。あのね、はい、人に追いかけられている夢を見るということは、うん、はい、今の現状から逃れたいっていう気持ちもあるんだけど、うん、必ず逃れられるチャンスがあるよっていう印なんだそうです。あ、そういうことなんですね。そう、はい、あと殺される夢は、殺される夢、はい、なんか悪いことの不吉な予感するじゃないですか、うん、でもこれもまた違っていて真逆で、うん、生命力の強い人がよく殺される夢を見て、うん、そうなんですか。生命力強いんですかね、うん、またこうなんかね、起き上がって生きるぞみたいな、そういうくじけない気持ち、くじけない気持ちの人が見るそうですね。はい、結構真逆で、でね、うん、よく猫ちゃん好きですよね。猫大好き。猫ちゃんの夢を見ますとですね、うん、金運アップです、やっぱり。だからこう、あれですかね、招き猫。ああ、そうですね、うん、招き猫ね、縁起物ですもんね、うん、そう。あと火事の夢。火事の夢怖いね、うん、でもこれもなんか金運アップにつながるそうです。そうなんだ。じゃあ悪夢は割と悪くないんですね。悪くないんですね。あと
歯が取れた夢とかあります？抜ける夢とか。いや僕は見たことないですけど、 あるんですか、歯が取れた夢。 あります、ね、あるんだ、はいはい、それは今から解放されたい、自由になりたいっていう気持ちなんだそうです。あ、そういう深層心理が夢に出るんですね。出るんだそうです。あとね、なんと蛇はね、うん、結構いいんだそうですよ。夢蛇はいいって言いますよね、うんうん、あのお金が貯まるとかね。そう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 、うん、金運アップの神様ですもんね、うん、そうなんですね。ただですね、はい、色に気をつけてください。あ、蛇の色がね。じゃあちょっとここであの BGM が流れてもらいました。あ、はい、会ってください、会ってください、ね、これ今ヒットしてますんでね、はい、ひとみちゃんもガン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 、ね、津田和夫さんからメールもいただいてますね、はい、金運が上がるといいですね。上がるといいですね、はい、これが売れて、はい、さあ蛇の色、黒の蛇は、うん、トラブルが起こりますよという予兆だそうです。黒はじゃああんまり良くないですね。赤はですね、はい、縁結びなので恋愛がハッピーに変わる。まあ、赤い蛇ってあんまりいないですけど ね、うん、でもね、実家の方にいるんですよ。いるんだ赤蛇。あと緑は、はい、これはですね、健康、うん、健康バッチリ、体調いいぞみたいな。いないだろ緑は。あのいるんですか実家の方には。青大将います。青大将緑なの？緑なんです。そうなんですか。それも見たことある。わかりました。はい、いることにしましょう。はい。とか脱皮して、あ、ね、脱皮した夢って、うん。脱皮しますね、蛇ね、うん。それもこれはですね、うん、商売がうまくいく。あ、じゃあ脱皮するのは最高にいい夢なんですね。あと白蛇はもちろん金運アップ。うんうん、ね、金とか白。白いの見ましょう皆さんね。ね、はい、見ましょう見ましょう。蛇、うん、の夢見たいね。うん、猫の夢みたい、はいはい、猫と蛇をじゃあ見るように。で、蛇の場合は色に注意ということですね。そうですね、はい、はい、うん、そんな感じで、そんな感じで、はい、さあ、この放送を聞いて皆さんね、お風呂に入って、じゃあ今晩お布団入ってね、はい、はい、夢が見れますように。蛇の夢を見ましょう。蛇の夢か猫の夢が見れることをね、期待しております。はい、ではここでひとみちゃんの何か、ライブ情報とか告知とかありましたらお願いします。はい、10月30日、はい、はい、ひとみんバースデーライブがございます、はい、19時開演でございます。場所は鴨田ニューエイトさんでございますので、うん、ぜひ皆さん晩酌を繰り合わせて、今週も言いました、晩酌を繰り合わせて晩酌チェコじゃありませんということは、まあ、いろんな予定があっても、もうこれを最優先して来てくださいということですね。何も手ぶらで結構です。皆さんの誕生日だからって言って、はい、まあ、現金とか持っていかなくてもいいってことですよね。全然、皆さんの笑顔が、うん、私のプレゼン、私へのプレゼントだと思ってますので、うん、笑顔くだされば、はい、はい、それが何よりものプレゼントになります、はい、好感度が上がっております、ひとみちゃんね。すごい急上昇、急上昇ですね、はい、金運も急上昇するといいですけど、じゃあここでメールをご紹介しましょうか、はい、メール、はい、エンディングのテーマが流れてまいりました、ひとみちゃんのね、ラブラブ埼玉、はい、ラブラブ埼玉、はい、はい、それではですね、津田和夫さんからいただいております。はい、和夫さんいつもありがとうございます。えなかひとみさんのいちご街道をつぶつぶお願いしますね。ひとみちゃん、こんばんは。今日も笑顔笑顔で頑張ろう。コロナに負けないで、インフルエンザも注意してね。ひとみちゃん、プロフィール写真とっても可愛いねいつもね褒めてくださって、和夫さんありがとうございます。褒めてもらうと嬉しいですよね。嬉しい、はい、励みになりますね。そうですね、これからもね、うん、頑張ってくださいね。いつの日か会えるといいですね。嬉しい、いつかで絶対和夫さん大阪行きますので会いましょう、ね、ひとみちゃんが大阪に行くか、和夫さんが東京に来るかまあ、お互い名古屋で落ち合うか、まあ、いろんな ね、方法ありますので、ね、その辺は相談してください、はい、さあ、10月最初の放送なんですけど、残り時間も少なくなってまいりました。取り急ぎ花と宝石、30秒で。あ、かしこまりました。はい、はい、花は照明菊、それから石はルティークォーツ。この日にお生まれになった方の性格、うん、はい、とても包容力があってハングリー精神豊富、頑張り屋さんが多いだそうです。バイタリティがあるんですね。バイタリティ、はい、ね、10月の8日生まれの方ですね。そうですね、はい、10月8日生まれの方。さあ今日からね、放送時間30分早くなりまして、はい、ね、もう気合入ってますんでね、気合入ってますね、はい、うん、また来週も頑張ってまいりましょう。はい、はい、今日もね、遅くまで聞いていただきましてありがとうございます。それでは See you